こんにちは、天野さん。メッセージありがとうございます。そうですね。友達、Facebook の友達を増やす方法と、あと YouTube の動画の再生数とか、チャンネル登録者数を増やす方法ってのは、実はね、一緒なんですよ。メルマガの読者を増やす方法も一緒ですし、LINE アットの登録者を増やす方法も一緒。これはね、発信者が世の中に役に立つことを発信しているかどうかによって変わるんですよね。えー、例えばですね、 えまあ車載動画って言って車でこう運転してるところをずっと流しておくってのもまあ,ありっちゃえばありなんですけどもこれを何で私がねやってくださいって言ったかというと動画をアップロードするのを習慣化させしたら習慣になったら今度はねどうただ道路を走ってる動画みたいなものではなくってきちんとね見てる人に「あなるほど」とか「あそういうことだったんだ」っていう風な気づきとか独特な視点っていうのを発見っていうのをね送りしなくてはならないんですよ。 でそういうふうにして、あ確かにこの動画ってのは、天野さんの動画ってのは、新しい気づきがあったな、役に立ったな、自分の悩みが解決できたかなと思ったら、次も期待して見ていただけるんですよ。で、次も期待して見るときに、えーまあ、YouTube のね、えー、こう動画更新とか、あと Facebook の記事の更新があったのを見逃しちゃいけないっていうんで、友達申請出したりとか、チャンネル登録を起こすんですよね。一言で言うと、価値のある動画はあ人が集まってきて、価値のない動画は単なる一人の作業になってしまうんですよ。 えここまでは一人の作業でよかったと思います。もう習慣は十分ついたと思います。これからですね、世の中の人、見てる人に価値を与えるようなもの、役に立つものをやったらいいと思うんですよね。その一つが健康に関することです。もう一つが仕事に関すること。またさらにお金に関することお。そしてですね、人間関係に関すること。この4つのフェーズ、いつもね、即果塾でお話ししますけど、この4つのうちのどれかに的を絞って、情報発信していくといいですよね。 えー、例えばね恋愛に的を絞った時にじゃあ50代の恋愛とかはどういうものかっていう風にフォーカスしていくと良かったりツイチの人がどういう風に恋愛していくのかとかねシングルマザーはどうなのかとかねそういったことをテーマにしてずーっと送っていくんですよそうすることによってすでに習慣化した動画のアップロードとか Facebook の記事の更新っていうのがもう習慣化してるわけですからその習慣化した上に価値のあるものをポンとここに乗っけるんですよこれがだから 量から質への転でですよねで自分の発信していたものが一定期間やってみて受けないなと思ったら別のものに変えていくってこともポイントです。なんで受けないかどうかっていうとはですね自分のポジショニングがどうかなんですよ。 例えばあと運送業をやってる方が恋愛のことについて回答しますって言ってもなかなか難しいと思うんですよね。でもホストをやってる人が恋愛のことについてって言ったらこれポジショニングが取れてるんで視聴者が集まる可能性があるんですよ。そうなんですよ自分がどの立ち位置で発信するかってことも考えて自分の発信には何が合ってるかって探すこともできると思います。例えばでですね40 48代後半の人で48歳から たった2ヶ月で体重を8キロ痩せさせましたみたいなね。そんなダイエットの成功例があったら、やっぱ40代後半っていうのはダイエットなかなかうまくいきづらいですから、見てくれる可能性が高いんじゃないかなと思うんですよ。まあそういった成功事例もあります。参考にしていただければ幸いでございます。まあここまでよくね、継続してございました。ここら辺からはね、えー、見てる人のためになるようなものをいっぱい作っていきましょう。ということなんで、えー、再生数の上がらない動画はこの辺で終わらせていただいて、再生数の上がりそうなものをこうね、作っていくってことになります。 はいえー、と質問ですよね。フェイスブック友達ですが、今、4390人まで増えました。うん、最近はとりあえず友達申請を承認していますが、やり方を変えるというのもあり、そうなんですよ。人人かからにに向かう時には、うん 単なる数ではなくて今度はね質を上げていきましょうってことなんでプロフィール欄を見て自分と同じような趣味とか境遇にあった人だけを残して自分とあまりにもかけ離れた人とかあとねあの死滅したアカウント全然使われてないアカウントとかログインが3日以上されてないアカウントっていうのはどんどん友達をね今度は解除していくっていうふうな作業になっていきます。 うんその他がね、日本語の読めない方とか、あの、おかしなビジネスをやってる方とかね、<laughs> どんどん排除していく方向になりますよね。そうやって質のいい人で5000人に目指していくってことです。今私もですね、4950人台をうろうろしてて、あと50人で友達がいっぱいになるって状態なんですけども、これはね、この50人っていうのは、突発的に友達にしたい人が現れた時にのために開けとく50人なんで、私の場合は5000人パツパツっていうよりも、もうね、すでにね、4900人以上のアカウントでもう何年も来てますんで、 あのまあ、ほとんどの方がね、私のフェイスブックの記事を好きで見てくださっているとばっかりなんで、もう解除はいらないかなと思いますけども、まあ、それでもね、休眠中の、休眠に入ったフェイスブックのアカウントとか、どんどんこちらから解除していくっていう作業はね、週に1回ぐらいしてるかなってとことですよね、でフェイスブックの友達も、日々登録が起きてるんですけども、日々解除も起きてます。 解除を起こしながらどんどん登録していただいて、最近はあの車に関しての動画が多いんで、車好きの方が新しく入ってきたかなってことですよね。で、代わりにその暗号通貨系の方はどんどん離れていくっていう傾向にありますよね。で、FX の,あの投稿もしてますんで、FX が好きな方はまた増えてきてるって感じですかね。自分が何の発信をすることによって、誰が増えてるのかっていうことも分析していくことが大事になってきます。じゃあ、頑張ってください。